終わって、はい、最後の整体ということで、ここはどういったところですか。まあ、さっきも言いましたけど、毎年大会前にトレーニングが全部終わって、体をすべてリセットさせて、まあ、気持ちもですね、から大会に行くという、もう僕の中のルーティンですね。もう10年以上やってます。ご紹介します、ね。高井先生ですね。愛心整体、もう本当に予約が取れない整体なので、これ動画を見ても多分一応概要欄には貼っときますけども、来れない可能性が高いんですけど、来年まで入っちゃってる。まあ来年まで入っちゃってるんで、すごいです、ね。はい、まあそういうことに、でも僕も本当にお世話になって、なのであんまり頼っちゃうと先生にご迷惑なんで、本当に体がやばい時だけ、急遽。腰もすぐ。だいたい腰痛める前の前兆が分かるんで、やってもらっても絶対痛めない。本当にそういう緊急事態の時だけお世話になってますね。普段はできるだけお世話にならないようにしていや、もうほぼほぼバランス良くなったんで、そうですね。もう最初はもうアシンメトリーなんてもやらなくて、もともとの筋肉のつき方がすごいこうアンバランスだった、うん、でそれをすごい見ていただくようになってから、だんだん、左右差がなくなっていって、ね、特に木澤さんの体で特徴的なところとかってあるんですか。特徴っていうか、まあ、他のそういうビルダーの人とはかなり違うのが、本当に骨の背骨の際の際までこの筋肉の太さが、普通はスッとこう入るところは、これはなかなかない。まあ特別っちゃ特別ですね。際の際まで筋肉が生えてると。先生の場合は基本的には一般の方なんですよね、需要があるのは。はい、でまあ、もちろんスポーツ選手とか有名な方も来るんですけど、基本的にはもう要は病気とか、そういうところを、まあ、根本から治そうっていうスタンスですよね。まあ、ですけど健康維持のためにっていうか、免疫高めるために骨格が悪いと免疫落ちちゃうので、特に腰周辺が悪い人が KT グループで骨髄とか多いとかなんで、その環境が悪い人は同血作用もくるかなって、免疫落ちちゃうので、まあ、腰の悪い人はもう大概いろいろな病気の元になるので、まあ、施術にしていただくと分かるんですけど、基本的には背骨の、歪みとか、あとねじれを徹底的にリセットする。そうですね、そのそれに肋骨もつながってるんで、はい、背骨曲がって肋骨もねじれが内臓の中でねじっちゃって、はい、引っ張り突っ張りが起こってるところかな、筋や腱が引っ張ったり血管も引っ張られて、引っ張られた血管細くなっちゃうから、当然血液が運ぶ栄養酸素も不足して内臓全体の機能も低下するし、またリンパの周りも悪くなったりね、あとは老廃物もちゃんと流動して外出てかないと疲れの、ね、回復が遅れたりとか、はい、本当に見てると思うんですけど、非常にソフトなんですよ。バキッとか絶対ないんで、その辺はやっぱり逆にバキッとやっちゃうと体に無駄な負担がかかるんで、あんまり良くないとは、いろんなやり方があるんで何とも言えないですけど、まあ、できるだけ体に負担かけないように、一本だけ右行ってたらその一本だけ左できればいいわけで、それ以外のことをすると体に負担かけるので、まあ、例えばね、刺身でも新鮮な魚ってプロの料理人がスパッとさばけば新鮮でいい状態じゃないですか。やったことない人が YouTube 見ながらね、こうやってやるんかああやってやるんかってさばいたら鮮度落ちちゃうじゃないですか。触れば触るだけ体っていうのは負担かかって良くないので、できるだけ手短に必要な要点を、必要なところだけを直してってことです。余計なことしないのが一番体を早く回復するんで、そういうことですね。自分の体の歪みって本当分かんないですよ。で、歪んでても僕今でもそうなんですけど、だんだんそれに慣れてきちゃうんで、別に普通だなって思うんですけど、一回まっすぐになると、もう僕初めて来た時思ったんですけど、もう見る世界が変わるんですよ。目がもう、はい、それぐらいスッキリします、ね。うん、まあ、レントゲンとか映らないと映らないとこなぐらいのねじれとか、基本的に触診でないと、どこが引っ張って硬いとか、ね、緩くて柔らかいもこれ触らないとわからないとかなんで、そういったレベルで治すんで、まあ、骨がねじれててもね、うん、
映んない 軸なんで、まっすぐしか見えないじゃない。大きく曲がってても、こっちから落としたことこっちから落としたことで違うしね。だからこのねじれによってこう周りについてる金や剣のこう引っ張り方がバランス狂うんで、だからその両サイドの引っ張り側を見て、どっちへねじってるのかっていうのを見極めて、で正しい方に戻すっていうことなんで、まあ、基本触診ありきなんで、機械で発見できないんで、こういうことは。1回の施術ってのは大体何分くらいなんですか？人によって違いますけど、はい、10から15、20分あれば、そうですね、基本的なことは。そんなに時間はかからないって感じですか？かければかけるほど、さっき言ったように、体に負担かかるから、曲がったところが伸びたりしやすいだけど、うん、で、無駄にあの問題するのも、引っ張って炎症してるところも思うってことは、余計炎症を広げちゃうから、まあ、あんまりそういうことはやりたくないので。引っ張られて炎症してるところがあれば、ね、緩めれば勝手に炎症って治ってくるもんなんで、まあ、そういう感じですね。第4胸椎が後ろに出っ張りながらこれ、すごいこう左にねじってて、こういうねじれなんてですね。あと、これを補うようにここで逆行ってるんで、これ左に。これね、盛り上がりがあるし、ここでも盛り上がってますし、基本、出っ張ってるところ全部ねじってるので、痛みとかはあるんですか？痛み、今はね、これけど先生が作った機械なんですよ。あの売ってるもんじゃないんで、だから一応初めて見ました。昔はだから手でやってたんですよ、うん、だからこっちが持たないんで、今一応作って取っても修正してっていう感じですよね。到底こんな圧力は指では押せないんで、次の何倍も太い骨を、しかも精密にミリ単位で伸ばすっていうのは不可能だし、右ハンドルがちょっとね、これセンターバーが一応ゲージになって安定してるものもあるので、やっぱ伸ばしやすいですよね。その方やっぱり背骨よく、背骨は重力に対してしっかりと垂直に縦に綺麗に並んでないと、そこでも傾いたところっていうのは、ね、負担がかかっちゃって、ストローでもこう、ふっと折り曲がると、一瞬でそこポキッと折れちゃうじゃないですか。だからしっかりこう、上下関係の骨の並びが合ってないと、ぐっと傾いたところがやっぱり、骨同士繋いでる軟骨に圧迫されすぎて、はみ出ればこう、ヘルニアになるしね。ヘルニアって言っても結局は骨の並び変えれば、その場で中に収まるもんなんで、よく切って取っちゃう手術とかやる人は、あともっと大変なことになっちゃうんで、軟骨は骨同士をつなげるクッションでもあるし、ね、それなくなっちゃうと今度硬い骨同士ぶつかるから、今度圧迫骨折とかにもなっちゃうんで、内部の悲劇を生んじゃうんで。切る前にもしかしてここに来れば改善できるケースもあるってことですか？そうそうそう、本来あるべき骨の上下関係になれば、ちゃんとこのクッションをちゃんと利用できて、手術して取っちゃったら大変なことになっちゃうね。すべて触診で微量な調整をしていくっていう感じですか？そうですね、ある程度一通り伸ばすんですけど、このまだ残ってるところとか、1回調整すると大体どれくらいの期間持つものなんですか？持つ持たないじゃなくて、曲がったまま放置してた人は、放置した分年輪がついて、曲がった骨の位置に合わせた筋肉の力になっちゃってるから、伸ばしたとしても動いてれば勝手に戻ってきちゃうので、はい、
戻りきる前にまた次の回伸ばして、そこそこいい骨の位置をキープしながら数回ずつしていくうちに、いい骨の位置で体を支えるための骨格筋というのが自動的についていくので、その正しい基準値に、ね、合わせた筋肉のつき方がついて初めて安定するだけですから、曲がったの伸ばしたらそれでずっと安定するのではないので、体を支えているのも動かすのも全部筋肉の部分なので、で伸ばせば筋肉の形にすぐ変わるもんじゃなくて、取ってつけたりなした筋肉いい方についたってなるって、そんなことは絶対ありえないので、違いですね、本当に腰と左右の筋肉の厚みとかでも本当に相当段違いになってたんでね、あと肩もすごい傾いてたしね、前右肩の下がりが半端なかったのかしね。一番最初に先生が見られたの何年ぐらい？50年になりますよね。そうですね。前はもう左右差が半端なかったんだけど、筋肉の厚みも3センチ、4センチ違うんで、変わったんで、よくあの状態で筋トレしてたなって、これ。もう怪我しか待ってないです、あの状況では。何がきっかけで木澤さん最初来られたんですか？いやもうだから先生にゴールドジムで声かけられたんで、写真撮らせてくださいって。最初あれやね、そうですね、渡辺さん、ゴールドさんのセミナーかなんかです、うん、あ、そうです、で、写真撮ったらすぐに仙台やってるんですよ、話で近くで一回やってみますで、来たのが最初ですね、はい、骨盤ですね。右側これ1センチ半ぐらいかな、高さが狂っちゃってるね、こういう傾き、うん、こういう見合いの傾きになって、ここの部分とこの部分が高くて、まあこういうねじれになってるんで、はい、こことここが出っ張っちゃった、ここを中心にこういうねじれたから、こことここが出っ張っててこう傾いてるんで、傾き平行にしてねじれをなくして、それから始めたことはこれだけ違うんだよ、この骨盤の位置が 1.5 センチとか違うんですか？ 2センチとか、うん、それぐらい違いますよね、それ出ちゃってるし、これやる前に押されるところめちゃめちゃ痛いんですよ、そうで終わった時押したら全然痛くないです、どう見てもここが出ちゃってるんですよ、まあ、後ろから見るとはい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 、残ります真後ろにここが出ちゃってて、こうなってるよ、頭まずそこを直しますね。すごさがちょっと映像だと伝わらないかもしれない。そうですね。これもボキッてやるんじゃなくて、そんなことしちゃったらもう一発で終わっちゃうんで、めっちゃくちゃになっちゃうんで。よく YouTube とかだとカイラのパキパキ整体って言うんですか？それはまあ、まあまあなんとも言いませんけど。まあ、一本だけの骨をどっちへやるっていう技術はないと思います。はい、必要なところだけ伸ばせれればそれでいいわけです。これで今さっきと多分、まあ、触られた感じはやってもらうと思うんですけど全く痛くないですよ、うん、もう、さっき突っ張ってみて、もう骨の位置変わってるんでこれ以上のことする必要ないです。あとガッカンって顎のズレが出ちゃってるからこう指こうね入らないんで、上顎下顎のズレも今今まで直すけども、あれすごいですよ、見たことなくないですか、水で下からマッサージ、ウォーターマッサージですね、あウォーターベッドしか知らないですね、で水圧で6本のノズルで、はい、水圧でこうバーッとマッサージする、まあどこに噴射されてるかとか、あ本当ですね、普通に指圧をするよりはその水で圧力をかけた方がいいところってあるんですか、うん、指圧の仕方によっては曲げちゃうこともあるんで、骨もね、せっかく直した後に曲げちゃったらダメなんで、めちゃくちゃバランスいい、そうなんですか、ほぼ締めて左右完璧やないですか、そうなんですか、確かに、うん、均等になってますね、お疲れ様でした、お疲れ様です、どうですか？
おー、すっきりですね。もうなんか目から咲いてきました、はい、本当でも10分15分ぐらいでしたね、はい、まあ、本来撮影はいつもさせてもらえないんですけど、今日本当に特別に、日本選手権直前ということで撮らせていただいて、雑誌では僕紹介したことがあるんですけど、動画では今回初めてになるので、動画中にも、注意で、出ると思うんですけど、予約が取れないので、問い合わせしないようにしてください。で、2号店は同じビルの中にあるんですけど、まだ予約が取れるということなので、まあ、本当に興味ある方は2号店の方で、ね、問い合わせしてもらえれば、取れるかもしれないという感じですね。まあ、本当に今回宣伝のために取ってるわけじゃないので、僕の本当に毎年のルーティーンの中で、お世話になっている方に、ね、本当にこんないいのがあるんだよっていうのが、自分がいつもやってるものをそのまま、撮って、出しているので、その辺ご理解